おはようございます。今日は我が家の家族のヘリコプターを見せて、おはようございます。今日は我が家の風号ですね、こちらのマフラーがなんかすごい轟音を立てるようになってしまったというそういう動画です。そんじゃ行ってみよう。いつもお世話になっている風号なんですが、今回はね、なんかねマフラーから急に爆音がしてきたと、そういうことらしい。このマフラーなんだが、奥の付け根から急に爆音がしてきた。奥はどうなっているんだ。よいしょ、どうなっているのかな。よいしょ、懐中電灯を当ててわかるかな。懐中電灯を当てて奥が見えるか。これか。これを持って揺らすと、なるほど。完全にもう根元が、これは爆音するやろうね。根元が割れてるわ。下から見えるかな。これはもうあかんですね。グラグラですね。このマフラーだと、ということはここの取り付けボルトとこの下の取り付けボルト、これを外せば多分マフラーはボヨンと外れるはずだ。外してみましょうか。先が行ってます。はい、取り外したマフラーね。ここの先っぽ見てください。先っぽ。とても残念な感じになっちゃってますね。綺麗に取れてます。ひどいもんだなこれ。はい、これが割れてる先です。こりゃ急に爆音がするわな。そらこれじゃあダメでしょう。マフラーを今取ったんですけども、ネットで探したらいいのがありましたね。じゃじゃーん。はい、こちら台湾より直輸入、風号に合うはずのマフラーです。さあ今から合わせてみましょう。ここの辺の角度がもし違ったらご機嫌なことになりますが、楽天さんよろしくお願いしますね。ではやってみましょう。さあ行きます。果たしてどういう通り道だったっけ。ボルトがちゃんとネジがさあね、合ってます。これあと締め込むだけですね。このネジのネジ穴のちょっとしたズレ、これ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 よ。あとちょっとなんだよ、合わないんだよね。問題はここの穴ね。ここの穴がズレてると、下は OK、 上がズレてる。下は OK、 この下は OK ね。この穴のズレをどうするか、これはもうパワーでしょ、パワー。は
はい、ちょっと下に押して。確かに。オッケー。はい。これで青ですね。もうちょい下。オッケー。いけるんじゃん、いける。うん。意外に穴の余裕あるんだ。うん。それ以上押したらいけん。はい。それ以上押したらいけん。はい。無理に合わせて、オッケー、もう二度と外したからね、うん、はい、止まりました。で、そうすると下も多少こう位置が違うんだね。さすが純正部品じゃないやつはすごいね。おしまたしまたしまた、すげえ。おー、完璧。よし、完璧です。完璧です。これで明日から乗ります。はい、よし。一応マフラー取り付けしたんで、これでエンジンをかけてみようね。はい、じゃあかけますよ。いや、そういうキックせん方がいいって、うん、お、よしよしよし、うん、漏れてない漏れてない、正常な音だ。音自体はめちゃくちゃ静かないい音がしております。うん、はい、エンジン止めていいですよ。ということでマフラーつけ終わりました。ありがとうございます。中国のマフラーはネジが少しずれてるということで、最後は力技が必要になってくると、まあこういうことになりますけども、頑張ってやれば安いお値段で付け替えることができると、まあそういうことですわ。ということで10年後の私、頑張ってバイクの整備しているでしょうか。今61歳の私はこんな感じでやってます。それでは今日の動画は以上で終了。では次回まで、バイバイ。